限りでございますよ。まあ落語というものはどういうものかというと、着物を着てこう座布団ですね、これはまあジャパニーズクッションとでも言っときましょうか、これに座りまして正座をして一人でもってしゃべるわけですから、まあ一人芝居といや分かりやすいでしょうか、だから分かりにくいですね、他に道具をこうあんまり使えませんから、大変に分かりにくい。ずっと喋って終わった時に随分長い独り言だったねなんてことを言う人もいますからね、そんなこと言われないようにちゃんとやらなきゃいけないんですが、まず決まり事があります。決まり事ね、どういう決まり事かというと、右を向いたり左を向いたりしながら進めていく、これでいろんな人物を演じ分けるというのがルールでございますね。例えば、こんにちは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 、隠居さんいますか、うん、はったんかい、まあまあ、終わんなさいよってんで、これで今、2人やったわけですね。3人になると、こんにちは、こんにちは、隠居さんいますか、うん、はったんかい、まあまあ、終わんなさいな、どうも失礼します、今日友達のね、熊子を連れてきたんですよ、おい、熊、こっち来い、どうも、はじめまして、熊でございます、あ、熊さん、これ3人やった。これ、いくらでも増えましてね、こんにちは、いけないますか、おお、はったんかい、まあまあ、終わんなさい、どうも失礼します、今日はね、50人連れてきたんですけど、いいですか、50人も来たのかい、こちらな、こんにちは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 、もう無限に増えていくという、大変にこの落語の可能性を感じる今日この頃でございますね、例えば